女子プロレスマリーゴールドの生え抜き第1号として練習生の南こももが11日の東京後楽園ホール大会でデビューすることになった5月20日の旗揚げから初の地方巡業となった1日の大阪176ボックス大会ではメイン後のリングにこももが登場ロッシー小川代表が練習生1人をデビューさせる方針を示していたのはこもものことだった 正式十1日後楽園大会でのデビューを表明した小桃は、これまでに大事な生え抜き第1号のデビュー戦の相手は自分に任せてほしい、とアピールしていた未来に対戦を求め、快諾された。バックステージで小桃は、未来さんの技術や気持ちを本当に尊敬していて、それを上回れるようにデビュー戦、頑張りたいと思います、と決意を口にした。もともとスターダムの練習生で、 昨年3月にデビューする予定だったが、怪我の治療のため延期に。練習生のままマリーゴールドに移籍していた。一方の未来は、こももはデビューまで長かった。でも、いろいろ教えてほしい、とか向上心はある子です。期待はしているけど、甘くはないよというのも見せないといけない。6月11日、自分はすごく楽しみにしています、と対戦をした。